昭和後半に活躍し、男はつらいよの厚み清さんや、高倉健さん、森進一さんといった芸能界の方たちだけではなく、元総理大臣の田中角栄さんをはじめとした、多くの著名人のモノマネをして、元祖モノマネ四天王と呼ばれた佐々木つさん、プロレスラーの武藤敬司さんや、 俳優の萩原流さんのモノマネで人気の芸人、神奈月さんの師匠としても有名な方です。佐々木さんはとてもスキャンダルな最後を遂げてしまいましたが、今回は彼の波乱万丈な人生について見ていきましょう。本名は佐々木博之。1947年7月23日に、 兵庫県神戸市に生まれ、小学校の頃から学校の先生のモノマネをして、クラスメートを楽しませるなど、活発で人気者の少年時代を過ごしていました。人を観察する能力が非常に高けていて、このことはご本人も小さい頃から自覚していたため、この能力を活かして将来は、 ものまねタレントになろうと考え始めていたというのですから、本当に素晴らしいですね。彼は高校在学中に自分で書類を送り、演芸番組に出演するようになります。自分の能力を自覚するのもとても早い時期で、それを信じて行動に移していることから、群を抜いたものまねの才能があったのだと思います。 演芸番組に出演していた頃に、浅草小竹演芸場の司会をしないかと誘われたことをきっかけに、高校を中退して芸能界の世界に飛び込んでいきました。この誘いがなければ、佐々木さんは芸能界に入ることがなく、もしかしたら痛ましい最後を遂げることもなかったのかなと考えてしまいましたが、 昭和の素晴らしいモノマネ芸人は、こうして誕生します。芸能界に入ってからの佐々木さんは、あっという間にトップに上り詰めました。最初にご紹介した人や、田中角栄、大平正義、三木武雄、春日一行の4人の声を使い分けた、ロッキードマージンというネタや、ネタ落ちとして使っていた厚み清さんの、 それを言っちゃおしまいよというモノマネが大変人気になります。そして1975年と1978年には放送演芸大賞部門賞を受賞しており、モノマネだけでなく歌も収録したレコードを何枚も発売するなど、かなりの売れっ子芸人として活躍していました。 レコードの中の佐々木さんがモノマネをした著名人は、本人かと間違えてしまうくらい大変似ており、それはモノマネ芸人としては最高の褒め言葉だったのではないでしょうか。このように人気モノマネ芸人として順調な仕事ぶりをこなしてきた佐々木つさんですが、プライベートはかなり波乱万丈な生活を送っていました。 ここからは、佐々木さんのプライベートを見ていきましょう。結婚した時期は不明ですが、二人のお子さんがいた佐々木さん。ポーカーをはじめとしたギャンブルがとても好きで、ギャラをその日に使い果たしてしまうほどのめり込む、ギャンブル依存症でした。売れっ子芸人だった佐々木さんですので、相当長くのギャラをもらっていたはずですが、借金は、 一千万円とも二千万円とも言われるほどの額になっており、借金取りに追われていた彼は、あちこちに逃げ回りながら、弟子であった神奈月さんに借金返済のため、お金の無心をしたこともあるほどでした。このように、ギャンブルにハマっていた佐々木さんは、新宿にあるポーカーゲーム店で、1986年の秋頃に、 中野美沙という女性と出会います。佐々木さんのギャンブル癖が原因で夫婦仲が悪くなっていたこともあり、翌年4月頃に妻子と住む家を出て、この女性と一緒に暮らし始めました。女性は下着輸入販売を営んでいましたが、背中一面に入れ墨があることや、フェアレディ Z を乗り回していたことから、 一筋縄ではいかない女と噂されており、佐々木さんの周りにいた芸人仲間は別れるように忠告した人もいましたが、彼はそれを望みませんでした。女性と同棲を始めた頃に佐々木さんは池袋にショーパブを開いたりして、芸能界以外でも収入を得ようとしていましたが、ギャンブル依存は全く治らず、 仕事も行き詰まりを感じていたことから、二人の関係がだんだんとギクシャクしていきます。はじめは女性が佐々木さんの借金の一部を肩代わりしていたものの、それでは足りず、彼が勝手に女性の貴金属を監禁したり、貯金を引き出したりしてしまったことで、さらに関係が悪化していきます。そして最悪の結末を迎えることになるのです。 1987年9月4日深夜に佐々木さんと連絡が途絶えてしまったことを不審に思った所属事務所社長がアパートを訪れたところ、部屋中一面の血の海の中、佐々木さんが倒れ毛布が被されていました。この状況と少し出た足が変色していたことから事務所社長はすぐに警察を呼び、 事件として捜査が行われます。佐々木さんの遺体には数十箇所もの包丁での刺し傷があり、死後5日から6日くらい経っていて、腐敗も進んでいる状態でした。中野さんと同棲していたことと、室内が荒らされておらず、私もすぐにお父さんのそばに行きます。私がお父さんを殺すなんて夢にも思わなかった。 あの世で二人でやり直そうねという女性のメモが残されていたことから、警察は女性が事件に関与しているとし、指名手配をして行方を探したところ、佐々木さんの遺体が発見された二日後の九月六日、青森県無知市の海岸を散歩していた男性が、波打ち際にうつ伏せに浮かんでいる女性を発見しました。近くの防波堤から、 海岸へ降りる階段には女性のものと思われる靴が揃えられていて女性が身につけていた衣類の中にあったマッチ箱から突き止めたホテルにはいろいろご迷惑をおかけいたしました九州の母のところに連絡してくださいと書かれたメモも見つかったことで事件は被疑者死亡で終わりを迎えます事件の背景には 女性が肩代わりした借金の総額は1000万円に及んでいるにもかかわらず、貯金や貴金属に勝手に手を出されるなどのお金の無心が続く状況の中で、佐々木さんがお酒に酔って女性に暴力を振るっていたことが挙げられます。他にも彼女が飼っていたペットのシーズー犬を殴って骨折させてしまったことも引き金の一つになりました。 命を絶つ前に飼い犬をきちんと預けていることから彼女にとってとても大切な犬だったことがわかります。このような日常に加えて佐々木さんが女性にお前は一生俺の金鶴だと言ったことで別れようとしていた彼女が追い詰められたことがきっかけとも言われています。その一方で彼女の背中に入れ墨が入っている などはお伝えしましたが、他にも数人の愛人がいて、佐々木さんはそのうちの一人だったことや、彼女には反社との関係があったとも言われています。お二人ともお亡くなりになっているので、本当のところはわかりませんが、いろいろなことが悪い方に重なり、最悪の結果になってしまったということですね。 芸人としては素晴らしかった佐々木さん。プライベートではギャンブル癖など自業自得の面もあったとは思いますが、ギャンブル依存症も他の依存症と同じように自分ではなかなか止めることができないものだと言われています。最悪の事態になる前に誰か依存症を克服できるように手助けできなかったのだろうかと悔やまれますね。 昭和の売れっ子、モノマネタレント、佐々木つさんの最後は悲劇的に終わってしまいましたが、彼の芸人としての功績は忍びたいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。